キャリアコンサルタント更新講習ガイダンスレッグ更新講習技能講習のご案内をしていきます。はい、レッグキャリアコンサルタント更新講習のガイダンスレッグの更新講習の技能講習十七講習バリエーションに富んだものがありますのでこれらについてのご案内をしていきます。 レック更新講習技能講習は通学とズームいずれの開催もあります合計17講座で時間数にすると87時間分のご用意がありますえそして技能講習レックの中では6時間講座と3時間講座この2種類の時間設定があります まあ六時間講座というのは講座の時間数が六時間、六時間分の終了とみなすことができる講座のこと。三時間講座というのは三時間分の講座を終了し、終了したとみなすことができる講座のことを言います。六時間講座が合計で十二講座、七十二時間分、そして三時間講座が五講座で十五時間分ご用意あります。ではまず六時間講座。 6時間の終了ができる講座のご案内をしていきます合計12講座ありましてまず画面一つ目では講座6個分をご案内していきますはい、まず一つ目です企業内キャリア形成支援のための実践カウンセリング中小企業編です 企業内でのキャリア形成のためのキャリアコンサルティングを進める人材開発人材育成を進め,進めていく今ここに大変注目が集まっています実際に企業内でキャリアコンサルティングを行うためにカウンセリングを進めるためにはどのような点に注意すればよいのかまたどんなスキルが必要なのか 実際にどのように現場に入って実践していけばよいのかそのあたりのご案内をしていく講座です2つ目です生活困窮者自立支援現場に学ぶ実践カウンセリングですコロナ禍で生活困窮者という言葉もニュースなどでずいぶん聞くようになってきました生活困窮者の方々の自立を支援していく そうした現場というのが自治体に置かれているんですが、そこの中ではどのようなカウンセリングをしていけばよいのかというお話もしていくんですが、それに加えて、ですね、この生活困窮者の方々に対する支援のスキル、キャリアコンサルタントとしての支援スキルというのは、とても高いものが求められていきます。そこでのカウンセリングのスキルやキャリアコンサルティングの進め方をマスターしておくことで、 生活困窮者以外の一般の相談者の方に対してのキャリアコンサルティングを行う上でも非常に役に立つことがたくさんあるんですキャリアコンサルタントとして必要なマインドであったり基本的なスキルであったり応答方法であったりそうしたこともたくさんお伝えしていく講座になっています でですので生活困窮者の現場に携わっている方はもちろん受けていただきたいんですがそうではなくてもっととキキャリアコンンサルルルタントとしててののスキルをを身身につけたたたいいいい学びご自身のレベルを上げていきたいまたキャリアコンサルタントとして現場経験が全くないんだけれどもどうやって第一歩を踏み出していったらいいのかそこがわからないという方にもおすすめの講座です。 まタイトルだと生活困窮者自立支援現場とちょっと遠いかなと思う方いらっしゃるかもしれませんが、キャリアコンサルタントとしてこれからやっていきたい方にはおすすめの講座ですので、ぜひ受講をご検討ください。3番目です。発達障害の就職支援、キャリア形成支援。発達障害も社会的に非常に大きな問題になっています。実際に発達障害抱えていらっしゃる方が、えー ご自身の周りで職場で活躍している方も大勢いらっしゃるかもしれません。ただ、多くの方が就職のところでつまずいていたり、会社に入ってもなかなか周りの方とうまく溶け込めない、えそんな発達障害の方もいらっしゃいます。逆に企業側などで受け入れをする場合にも、発達障害の特徴を分かっていれば活躍いただけるようにサポートもできる場面もたくさんあると思います。 そうした発達障害の方の支援をして、まあ、共生社会ですよね発達障害の方も受け入れる方もうまくあのお仕事を進めていけるようにするにはどうしたらいいかキャリアコンサルタントとしての視点でこれを考えていくそのような講座になっています。 教えてくださる先生はあの臨床心理師であったり発達障害や精神疾患などについて詳しい先生が教えてくださいますのでそこは安心してご受講ください。四番目です。認知行動療法を用いた実践キャリアコンサルティング。認知行動療法は最近企業研修でも取り入れられていまして、えー、非常にですねあの活用方法が広い反面、えー、使い方を誤ってしまうと。 あのちょっと思わぬ方向に行ってしまうこともありますのでしっかり認知行動療法が何かを理解していただいた上でその活用方法も私たちキャリアコンサルタントは知っておく必要がありますそのようなことを学べる講座がこの講座になっています5番目です引きこもりニート支援現場に学ぶ実践キャリアコンサルティングです 引きこもりニートも社会問題として非常に大きな課題ですそして今コロナ禍から少しずつ社会が元通りになっていく中で引きこもりニートの方々がこの先どのように活躍していけるかこれがまた脚光を浴びてきていますコロナ禍ですと皆さん家にいてむしろ家に いいなさいねとステイホームですよということが言われていましたので引きこもりやニートの方々も精神的な負担がある面少し今までよりは負担が軽かった部分もあるかもしれませんが社会に皆さんが出ていって活動するようになってくると引きこもりニートの方々より社会に出にくくなるということも懸念されるところです。 そうした中で引きこもりニートの支援がますます注目されていきますどのようにこの方たちに対してアプローチをしていったら良いのかを学んでいく講座です先ほど生活困窮者のところでもお話をしたんですがあの引きこもりやニートの支援現場に携わる方だけではなくて一般の方々に対するキャリアコンサルティングを行う 皆さんキャリアコンサルタントについても引きこもりやニート支援現場ではどういう配慮が必要かそれを学んでおくことはご自身のスキルアップにもつながりますので是非例えばあの元,元気にねあの前向きに仕事をしていくとか転職活動をしていくキャリアアップをしたいという方の支援をしているキャリアコンサルタントの方も講座を受けていただけると良いと思います。の別の視点が得られる この別の視点というのがキャリアコンサルタントにとってはとっても大切なものですのでえ、講座、ぜひ受けてみていただきたいなと思ってます。6番目です。生活困窮者自立支援領域における家計改善支援現場に学ぶ実践カウンセリング。はい生活困窮者という言葉がまた出てきたんですけれども、こちらは生活困窮者の自立,自立支援の現場なんですが、家計支援。 をどう進めていくか、FP の視点が入った実践カウンセリングになります。のまあ人生百年時代と言われていて、お金の問題がキャリア形成とは切っても切り離せない状況にあります。FP の視点、ファイナンシャルプランニングの視点はキャリアコンサルタントもこの先身につけておくと非常に有利です。 で生活困窮者の支援の現場ではこの家計相談ってもう切っては切り離せないのでキャリアコンサルタントとファイナンシャルプランナーが合わせて一人の方を支援するこれが珍しくないですもしもキャリアコンサルタントで FP 持っている方がいらっしゃったら両方一緒にできてしまうそういうメリットもあります。また fp fp 持ってていいいななキャリアコンンサルタントものの視点ではどんこことをしているのかこれをしるかれ 学んでいただくのはとてもこの先の支援に有益だと思います。はい、家計相談についても少しでも知識があるとキャリアコンサルタントとしての幅が広がっていきますので、こちらもご検討いただけると良いかと思います。はい、六時間講座の続きです。七から十二までこちらはご紹介しています。七番目、キャリア形成支援。 キャリア形成支援に必要なマネープランニング青年編ですこれはマネープランニングを具体的に考えていく講座で、えー、こちらも FP の視点が入った講座ですファイナンシャルプランニングを青年に対して行っていくときにどのように進めていくかまあ、青年というのは最もキャリアについてさまざまな施策をしたり考えたりこの先の展開転職なども視野に入ってくる年齢層です そうした方々に対してキャリア形成支援をしていく中で必要なマネープランニングお金についての計画お金についての計画どう立てていくのか、まあ、FP 持ってなくてももちろんあの持っていると非常に有益な視点ですので、えー、キャリアコンサルタントとしてマネープランニングについても身につけていただきたいなと思っています。8番目です 効果的な応募書類作成方法です。効果的な応募書類作成支援作成支援。え皆さんあの養成講座ですとかこれまでにも履歴書職務経歴書エントリーシートなどなど自己 PR に必要な書類の書き方については学んでこられたかと思います。ただ私たちがキャリアコンサルタントとして実際に応募書類の作成の支援をしていくためにはさらに ケリアコンサルタントとしてこうよりり効効果果的的なな自己 PR のの方方法、法書類の作成方法を知る必要があります。どのような書類を作ったら企業側に受け入れやすいのか企業の人事部の方の目に留まりやすいのか自己 PR などをどう書いたら効果的なのかとにかく効果的な応募書類作成の支援方法 についてキャリアコンサルタントの視点でお伝えするのがこの講座です。はい、そして九番目から十二番目までの講座は二千二十一年度に新規で指定を受けた講座ですので、もう少し一つ一つを細かく見ていきたいと思います。と言いますのも、あのキャリアコンサルタントの更新の手続きですね。二千十六年に国家資格化してから二千二十一年になり 1>, 1回目の更新手続きが終わった方がかなり多くいらっしゃいます。そして、この先次の5年に向けた2巡目に入っていく段階の方も増えてきていますので、少し新しく指定された講座については、新しいあの細かくご説明をしていきたいと思います。はい、まずジョブカードを用いたリカレント教育支援です。 こちらはジョブカードの記入方法や使いこなすための知識を学んでいくものですがワークショップを通じて具体的な活用方法をしっかり身につけていくことが目標ですそしてジョブカードというのはあの就職活動や転職活動をする方ためのものだけではなくてリカレント教育ですねもう人生100年時代障害学習に役立つものですので障害学習 リカレント教育まで先を見据えたジョブカードの活用方法についてのご案内をしていきます。はい、10番目でご案内しているものが「若年者キャリア形成支援のための実践カウンセリング講習大学生編です大学生の皆様への支援をどのようにしていくか」という講座です。 就職先企業の選択や履歴書エントリーシート添削など具体的な支援方法はもちろんお伝えするんですがそれだけではなくて学生の方の思い込みだったりコミュニケーション不足などさまざまな課題があるわけですその課題への対応方法などもワークを通じて学んでいきます事例のグループ検討やロールプレイを通じてキャリアコンサルティングスキルの向上を図ることができる講座です はいそして11番目として「キャリアコンサルティング技法」を用いたごめんなさい「キャリアコンサルティング技法」を使用した女性支援今度は女性支援の講座です。<laughs> 厚生労働省の委託事業として開発された「キャリアコンサルティング技法」のツールがこれれ公開されていますこの公開されていて皆さんどなたでも活用いただけるツールを用いて女性支援に特化した支援スキルを学ぶ講座です。 仕事と家庭の両立を主軸としたライフキャリアの形成を支援するための力を磨くそこを目的としていますはい、そしてこちらが2021年10月の1日に新規で指定された講座です一番新しい講座になりますキャリアコンサルティングスキルアップのための交流分析の講座です 臨床心理学の一分野である交流分析のキャリアコンサルティングへの活用方法を学びます交流分析の基本的な知識や概念、エゴグラムの分析方法、活用の注意点などを理解していただきます交流分析そのものが心の状態や在り方などをとても見える化した形で分かりやすく、えー、知ることができるものですので 心の状態やあり方を分析していくことから自己理解・職業理解・職業キャリア形成の支援につなげていく方法を習得することを目的としていますはい、これらが、えー、レック技能講習の6時間講習のご案内でした続いて3時間講座もご用意しています5講座あります3時間講座はワークブックシリーズという名称で呼んでいます 1>, 1から5までありますがいずれも、えーまあ、皆さんあの学んだことがあるキャリアアンカーやホランドの六角形ジョハリの窓キャリアレインボー計画された偶発性などなどなんですがこれらあのワークとして実際に利用していくにはどうしたらよいかそれを学ぶ講座です。まあ、皆さんんが学んできた理論を どうやって実践に生かしていくかこの視点で考えられているのがこのワークブックシリーズのの5個の講座ですでワーーククブックシリーズは3時間ですのであのうまく組み合わせていただいて30時間を超える30時間以上の要件を満たすことができるそんなことも目的としています。 この3時間講座ワークブックシリーズで使う教材はキャリア心理学ライイフデザインワーククブックです。これはあの書籍として外販、販売されているものでアマゾンでも購入できるものです。レック更新講習ワークブックシリーズ3時間ものの講座ですね。これについてはすべてこのテキストを抜粋したレジュメを配布して行います。が、あの この本なんですけれども最近注目のキーワードの「レジリエンス」であったり企業への自己アピールの極意としてのエントリーシート面接グループディスカッションのやり方などプロの技術なども盛り込まれた非常にです、ね、あの分かりやすいワークブックになっていますのでキャリアコンサルタントとしての自己研鑽を進めたいという方はこちらの書籍を購入いただくのもとても良いと思います。 ただレックの更新講習ではワークブックシリーズの中から必要部分について抜粋をしてレジュメとしてお配りいたしますのであの講座受講についてのご心配はあの特にテキストが教材買っていただかなくても受講はできますのでその点もご案内しておきます。はい、レック更新講講講習習技能ののの開講のスケジュールはこちらの Q R コードからご確認いただけます。お問い合わせお申し込みはレックコールセンターこちらの Q R からも入っていただけますのでこちらからお願いいたします。はい、ここまでレック講師講習技能講習のご案内をいたしました。別の動画でここまでご案内してきました講座の価格についてご紹介をしていきます。